はいどうも、ベアンです。おもちゃのデパートテンプル閉店イベント、ラレール鍛冶屋線復活イベントの方、今開催中でございます。で、今こんな感じで全国から集め寄付していただいたね、プラレールで鍛冶屋線をの配線後にこんな感じでプラレールを敷いております。で、ここが出発点の鍛冶屋駅になりますね。ここからず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 らと配線後にみんなでプラレールを敷いております。でも各駅のね、紹介などちょっと簡単にしていけたなと思います。でね、直線がちょっと足らなかったようでして、こんな感じでカーブを S 字につなげて直線にしてまっすぐつなげてるような感じになっております。で、淳さんと、国会長、あと北斗くんとユッキーさんかなが各駅をうまく組み立ててるんですけども、ちょっとですね、タンプクのレイアウトがやっぱタンプクのレールが足らなくなってしまいまして、今ベイアン買い出しに行ってきてました。で、今こんな感じでつながっておりますね。あそこに国会長がいますね。まあ、こんな感じでね、各駅レポートしていきたいと思います。はい、こんな感じでですね、遊歩道と普通の道路の境にこういう風に U 字のパイプが通ってるんですけど、その下をこんな感じで通る感じになってます。面白いですね、やっぱりね。スカートみんなが組み立てを手伝ってくれております。こんな感じでみんなでね、配線後にプラレールを敷くっていうのは、前回の丹波笹山線の時もこんな感じだったんですけど、やっぱり楽しいですね。で、あそこの坂を登る感じになってます。なんかレールの集まりがちょっと悪いようでして、まあ前回のね、丹波笹山線で集まった2000本のレールをここにも投入するそうで、やっぱりレールがですね、プラレールがなんとなくいろんな地域をつなげてるような感じがしますよね。はい、ちょっとね、頑張って一番向こうの野村かなまで行って、これ追加で買ってきたプラレールを渡したいと思います。ここ蘇我駅ですね。蘇我駅はね、なんか蘇我駅はなんかホームだけの駅だったそうでして、あんな感じでトーマスの駅の駅舎を抜いたやつで蘇我駅を再現してみてますね。こうやって坂を登っております。お、ストップレールがバンバン使ってありますね。で、こうやってね、寄付のレールというか、その持ち込みのレールなので、レールに名前が書いてあったりするんですよね。はい、こんな感じでちょっと一番向こうまで行ってみたいと思います。はい、このストレート、遊歩道のストレートにですね、まだまだこれからプラレールを敷いていくような感じなんですけども、まだ鍛冶屋の方からこちらの方までレールが来てないようですね。まだ繋がってないです。はい、あそこにですね、あそこが一番向こうの終点かなの野村だったかなの駅になっているので、あそこに淳さんが今この不在町でおります。で、淳さんがね、素敵なレジュメとパーツの数をいろいろ書いてくれたレジュメがあったんですけども、そのね、数を数えずにベイアンが部材を入れてたため、部材不足で買いに行くことになっちゃったんですよね。これ西脇ですね、西脇。こんな感じで、こんな感じです。で、ほらね、カーブが足らないためにこうなってるんですよね。ちょっとカーブ追加していきましょうか。はい、カーブを追加したことで西脇駅完成しました。では、あちらの方の野村かなに、あとの残りのこのパーツを持っていきたいと思います。淳さん待っててね。はい、野村に到着しました。こちらから折り返しになるんですけども、はい、ベイアンが持ってこなかったタンプクレールが、今持ってこなかったタンプクレールを買って持ってきたことによって、淳さんがこの野村駅を完成させてくれると思います。淳さん、ごめんなさい。淳さん、ごめんなさい、ね、すいません、本当に。こんな感じでこの駅再現プラレーラー、ジュンさんが、これ見てください、このレジュメ、わかります、このレジュメ完璧です。ただ部材を用意するやつが完璧じゃなかったというね。はい、すいません、もう今日は謝ったばっかりです。こんな感じでね、
当時の野村駅なんですよね。廃線当時ですか？混ざってるかもしれないですね。昔と廃線当時。これが現の西脇市駅？これが現の西脇市駅らしいですね。1番2番中に今でも現在ないよね。この中線ないよね。でここの3番ホームがあって、そのこっち側が今保線車両が止まってるところですよね、多分ね。こんな感じで、あの交差点のレールはですね、米屋の緑レールを使うことになってるので、これからちょっと持っていきたいと思います。皆さん頑張ってください。はい、頑張ります。お願いします。はい、こんな感じでレールがつながっているんですけども、ここですね、交差点はなんとグリプラの緑のレールを使っております。これがですね、どうしても車が行き来するんですよね。で、まあ、この青いレールに関したら、お客さんからのお借り物だということで、まあ、破損とかしたらダメだということで、まあ、グリプラのね、緑のレールをここで使って、踏んでも大丈夫なようにしております。でこんな感じでね、グリプラをの存在感を出しております。で各交差点全部緑レールになってるんでね、ザ・グリプラみたいな感じになってますね。でもうあとね、あそこの何ですかね、歩道の坂のところを越えたらもうほぼほぼつながってるので、ぼちぼち完成するんじゃないかなと思います。はい、だいぶできてきたんですけども、ここに来てですね、レールの不足になりまして、グリプラの緑レール投入です。こんな感じです。でレールの不足に伴ってですね、南側の方の駅を全部ずらすような感じになりました。で今ジュンさんやユッキーさん、あと北斗くんが駅を再復旧しております。もうちょっとで完成しますのでお楽しみください。はい、ここですね、一応鍛冶屋線の廃線跡の遺構みたいな感じで、ここだけはガーターがあるんですよね。多分橋桁のこの石垣みたいなところも当時のだったんじゃないかなと思うんですけども、本当この遊歩道になっているんですけども、ここだけはガーターが残っていました。でもう少しで完成すると思いますので、もともと野村駅がそこのところにあったんですけども、レールの不足によってちょっと短くなっております。でもうちょっとで完成すると思いますので、近くで完成を見守りたいと思います。はい、完成しました。こんな感じでね、野村駅もともと向こうにあったんですけど、こっちに移動しました。でこれで完成しましたね。でこれ、このね、野村駅を作ってくれた若い3人組はこちらです。ザーンザーン、はい、こんな感じの、このユッキーさんと北斗くんと誰かいる、ジュンさんが見事作り上げてくれました。待って、そうなんですよ、今日ね、仲間割れしまくってね、ジュンジュンにすごい怒られてるんですよ、僕が全部悪いんですけども、はい、でそのね、信じられてたの。なんかそれすっごい切ないわ。そう、すっごい切ないわ。とまあこんな感じでね、とりあえず組み立て編の動画は終わりたいと思いますね。何があったかはまた後日話すかもしれないので、お楽しみください。はい、で今度はね、スタート、車両が走ってる部分のところから動画をしたいと思いますので、それ次回の動画でいきます。はい、じゃ今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。はい、次回の動画でお会いしましょう。バイ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 。ご自身は？僕はね、声だけ。